い前髪負けすぎ、ここぐらいまでがいい本当は。違いすぎてさ、逆になんかもう原型なさすぎて、まあええけどもう作っちゃったから。あ、ぜひ公園来てください、今日あるんで。ナンバラディ公園です。今日はどのポジションでしょうか。あ、今日そう、ボムさん本日発売なんですけど、川上千尋さんと城西玲さんと和田美優ちゃんと私の4人で、表紙を飾らせていただきましたので、ぜひチェックしてみてください。ソロでも撮影していただいたので、ぜひ。もうその日めっちゃ暑かったけど今はもう涼しいですね。ゴリラまだ一周してないらしい、やってない人おるらしい。私でも 2,3 回やってます。2回目かまだ。でもぜひチェックしてください、ボムさん。紙飛行機作ったりしました。全然飛ばなかったんですけど。スタバ新作飲んでない。じゃんけん優勝も2回ぐらいかも。髪短くなってないよ全然、巻いてるからかな。ネイルをね、握手会の時渚最高の髪型、いいですよ。渚最高の髪型どれやろうかな、いろいろしたんですよ。ミュージックビデオはリンゴちゃんしたり、あのジャケ写っていうんですかの時はなんかここをピンでくるってしてピンで止めてグサって刺したやつとかにしたり、踊りやすいからリンゴちゃんにしたんですけど、ミュージックビデオは一日天気もね明日あるので、ぜひ髪の毛何しよう、みんなに任せる、やるのは私やけど。私は何のギャグをしてるでしょうか。さあその答えは本日の公演をぜひ来てチェックしてみてください。何やと思う私。何でも55分とかになったらランキング見かな。いや違うか、19と計算できんの。54、真ん中の人って何や。当ててみて、今日の公演で多分ちゃんと見たら分かるので、ぜひ。さあそれはどうですかね、教団かもしれないですね、渚最高かもしれないですね、好きだもしかもしれないですね。まあ団でもできますもんね、ギャグなんて、ギャグなんてどこでも挟めますからね、どこでも挟めますよ、どの曲でも挟めますからね、もうどんどん挟んでいっちゃいますからね。まあそれは冗談なんですけど、めっちゃやばい、あんま皮っていうか手がやばいです。最近薬塗ってるんですけどね、皮が弱すぎてやばい、すぐ皮ペリペリってめくれちゃうんですよ、手の甘皮が。あ、うん、やばい、痛い、痛っ。ジュゴンね、歌ってみたい曲、まいちゃんの大好きなジゴン。ちょっと固めよう。確かにまつげめっちゃいい感じ。じゅんじゅんだにょん、ありがとう、ありがとうね。全然優しい坂ちゃんがそうやっておくんなましいって言ってくれた。
あ、すごい色。めっちゃこの毛ない。あ、こっちかな、もしかして。どんなか長い。まあ、いっか。よいしょ、お腹いっぱい。嫌ですね、ごめんなさい。これがカエルカか。すいませんでした。オンラインお話し会じゃない、リアルイベント、渚最高のリアルイベントで個別握手会があるんですけど、3個あるんですけどね、イベント、個別握手会がね、大阪の部が私6部あったんですけど、全完売で、前回で、今回部数追加されて3部追加されて、初めて7部制に、あのなんですわ。ありがとうございます、皆さん。なんか嬉しいです。嬉しい。まだどんな方が来てくれるとか何も私にはわからない状態なんですけど、もし私のこと初めて来るって方がいらっしゃったら余計嬉しいですね。嬉しい。あ、じゃあ、っとねー、嬉しい、ほんまに。で、あの東京の個別握手会も、笑った。モバメに書きましたよ。モバメ撮ってないってことですか。さあ、これは何本にだから、東京も、握手会、うん、握手会、完売してました。全部嬉しい、ありがとう。あの方もぜひ叩かせてください。はい、お清めスプレーでね、清めとくんで手を。ぜひ。でも嬉しいです、なんかわかんない、そんな別に面白い、あ、AirPods 入れちゃった。面白い人でも何でも、普通の、ほんまに普通の人なんですけど、普通なんですけど、全然なんか、あ、東京って言っちゃった、ごめん、関東、千葉、ごめん、千葉の人嫌やった。ごめんね。だからぜひ、年末はみんな忙しいですもんね、仕事ね。嫌いな、前髪がね、いつも この真ん中で分けれるんですよ。私よく寝るとき真ん中に分けて寝ちゃうから楽で。え、今日切ってきたん。もういいね、ボブ。楽よ、めっちゃヘアセットが。なんかヘアセットしなくてもストレートにするだけでもボブは可愛いからっていう私の持論なんですけど、それは。でもボブほんまに可愛いと思う。わかんなが好きなだけやけど。外羽とかにしても可愛いし、緩く巻いてもほんまに可愛いし、ほんまに可愛いからボブ好きです。だからボブにしてる。いいね。あ、やばい、今日いろいろ考えな。あ、早く着替えてやらないと。台本読んできます。今何時、ウォッチ、これわからぬ、エアポッツケース、これシオンがくれたエアポッツケースなんです。シオン見てる。ありがとうね、まだ使ってるよ。上の蓋なくなっても使ってる。これ全部おパンチウサギです。これは初代おパンチウサギみたいな子です。このパンツ履いてない方は。嬉しい、皆さんに会えるのが。頑張ります、人生を。ありがとう。
ありがとうってちゃんと言わ 見ずに言っちゃいました。ありがとう。そう、じゃあ友達にありがとうって言っといてください。見てへんな、テレビ。テレビ見てへんっていうか。お疲れ様です。ね、渚さんのミュージックビデオ実は長いから見ました。友達とその時電話してたんですけど、あのめっちゃいいからお願い聞いてって言って聞かせました。いいって言ってました。友達もね NMB 好きなんですけど、高校の時のね友達が。普通にライブとか行きたいって言って、あと公演とかも来てくれたりしてるんです。あかん、トイレ行きたいかも。あっ、すいません。ピカチュウ、ピカチュウの歯ブラシ使ってはった、かわいい。私もね、あの上信さんで、阪神が優勝する前なんですけど、冷蔵庫買いました。お母さんと一緒に、お母さんが買いに行って、そう、冷蔵庫を買ったんです。炭の木は、あの上信さんでお世話になってます。なのでめちゃめちゃありがとうございます。よくおもちゃとか見に行きましたね、よく上信さんって。そう、優勝する前だから、優勝したからお母さんと、そうそう、だから優勝して、じゃあ次何買うって話はしてます。そう、冷蔵庫は壊れたっていうか、なん、うん、壊れたかな、うん、壊れた。なんか氷がまず作れなかったんですけど、ちょっと数年前に壊れて、でも氷うち使わないからいっかってお母さんと話しててけど、その蓋閉めるところの上の部分のストッパーみたいなところがなんかビロンってなっちゃって、あっ何これってなって買い替えた。うん、そう、なので皆さんもぜひね。でもやっぱいいですね、新品の家電製品は。家電製品人間にみたいになっちゃったけど、いい、使いやすい。やっぱあと氷あったら、氷って使うんだね。うん、氷使えへんとかちょっと意地張ってたけど全然使う。そんな感じ。ランキング見しよう。ランキング買っちゃうかな。とりあえず読んでみますね。ランキング読みます。13位みぞっちさん、ありがとうございます。12位アベベさん、ありがとうございます。11位オールドさん、ありがとうございます。11位ことはちゃん、ありがとうございます。9位ゆきまこさん、ありがとうございます。8位えじさん、ありがとうございます。7位ちゃたろうさん、ありがとうございます。6位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。5位じっちちゃん、ありがとう。4位さあちゃん、ありがとうございます。3位ゆりこじちゃん、ありがとうございます。2位みょんさん、ありがとうございます。1位なえさん、ありがとうございます。こんな感じで、かき氷とかね、昔作ったけどね、もうね、そうね、大きくなったらかき氷も食べなくなっちゃったね。好きやけど、めっちゃ好きやった。夏休みとかおばあちゃん家でよくかき氷作ってましたね。懐かしい。おじいちゃんが塩おにぎり作ってくれませんでした、おばあちゃん家って。懐かしい。海苔をさ、1枚じゃなくてもおにぎり全部に海苔貼ってくれませんでした、おばあちゃん家って。かわいい。あれめっちゃ好きでした、私。もう全海苔のおにぎりを作ってくれるんですよ、うちのおじいちゃん。じゃあ公演頑張るから見てね、バイバイ。